エイトです。小学6年生12歳です。自分のキャッチフレーズは、クールでしっかり者です。好きな食べ物はステーキと生ハムです。自分の弱点をこっそり教えてください。自分の弱点を負けず嫌いです。好きなお母さんの料理はささみを揚げたささみフライが美味しいです。自分を動物に例えたら、カピバラですね。なんかのんびりしてる感じだと思うんで、振り返ってベストスマイルを、はい、朝起きて一番にすることはトイレです。夜寝るときに着ているものは緑のパジャマが多いです。今学校で流行っている遊びはバスケです。苦手なもの、しいたけとかトウモロコシが苦手です。好きな洋楽アーティストはブルーノマーズが好きです。学校でのニックネームはエイトのエイを取ってエイティーンです。ナナミビーンズの中で自分の役割は何だと思いますか？お兄さんみたいな感じです。生まれ変わったら何になりたい？猫になりたい。これだけには人に負けないと自信に思っているもの、顔。突然ですが変顔をお願いします。はい。最近買ってもらったもの、靴買ってもらいました。お風呂で最初に洗うとこ髪ですね。最近の俺的大発見を一つ教えてください。水にコーヒー牛乳の粉を入れたら結構美味しいです。もしあれはそう、服を買いに行きます。こうです。好きな授業は体育で、嫌いな授業は社会ですね。ダンスをするときに心がけていることは、動きを、手が汚いんで手が結構綺麗にするように頑張ってます。入り覚えはいい方だと思います。もし明日世界が終わるとしたら、最後に誰と何をしたい？家族と旅行したいです。好きなお笑いの人は誰ですか？流れ星さんです。人生を生きていく上で気をつけていることはありますか？結構他人の気持ちを考えるようにしてます。家でお母さんからよく注意されることは、宿題をやりなさい。最後に一言、自己アピールで締めてください。自己アピール、自己アピールですか。自己アピール、ザ・マミビーンズの中で、ダンスは今頑張ってるんで、よろしくお願いします。